ロシアの第二防衛線突破した。ウクライナ国防省、反攻を強調。ウクライナのウメロフ国防相は、反転攻勢を進めるウクライナ軍が3層からなるロシアの防衛線のうち第二防衛線を突破したとの認識を示した。我々は第二、第三防衛線の間にいると説明し、領土奪還を続けていると強調した。ウクライナのメディアが6日伝えた。ウメロフ氏は、我々には2024年に向けた計画があると述べ、反攻継続を表明。ロシアが14年に併合したウクライナ南部クリミア半島を含む全土を取り戻すことが目標だとした。ロシア大統領選、3月17日実施、プーチン氏通算5選出馬へ。ロシア上院は7日の審議で、大統領選期日を来年3月17日に決定した。これを受けて中央選管は8日に会合を開き、選挙運動期間の開始を宣言。プーチン大統領は正式に態度を表明していないが、通算5選に向けて出馬し、圧勝するシナリオが確実視されている。ウクライナ侵攻が続く中、戒厳令を敷く占領地を含め選挙実施が可能と判断した格好。プーチン氏は戦時大統領として高支持率を維持する一方、言論統制を強めてリベラル派を弾圧しており、無風選挙となりそうだ。国家反逆罪に問われたウクライナ元国会議員、逃れたロシアで暗殺される、親ロ派の殺害相次ぐ。ロイター通信などによると、ウクライナの元国会議員でロシアのウクライナ侵略を支持し、国家反逆罪などに問われたイリヤ・キバ氏が6日ロモスクワ州内で遺体で発見された。銃で射殺されたという。ウクライナ政府関係者によると、同国の情報機関保安局 SBU の部隊が実行したと認めた。キバ氏は昨年2月ロシアの侵略開始後、ウクライナ国民は解放を必要としているなどと SNS に書き込んだ。ウォロディミル・ゼレンスキー大統領への批判を繰り返し、昨年3月にウクライナ議会から議員資格を剥奪された。その後ロシアに逃れ、市民権付与をプーチン大統領に求めていた。露国内や占領地域では親ロ派の政治家らの殺害が相次ぎ、ウクライナ情報機関の関与が指摘されている。11月8日にはウクライナ東部ルハンスク州で自動車が爆発し、親ロ派の政治家が死亡した。プーチン氏が UAE を訪問。ウクライナでの戦争中に異例の外遊。ロシアのプーチン大統領は6日アラブ首長国連邦 UAE を訪問し、両国関係は過去最高の水準にあると表明した。2年近く前のウクライナ全面侵攻以降、プーチン氏が中東を訪問するのは初めて。プーチン氏は UAE の首都アブダビでムハンマド大統領と会談し、両国の関係を称賛。 UAE をアラブ世界におけるロシアの主要な貿易パートナーと評した。この後プーチン氏はサウジアラビアのムハンマド皇太子と会談するため、サウジの首都リヤドを訪問する。中東や欧州で戦争が続く中、湾岸諸国との緊密な関係を誇示し、引き続き関係醸成を図りたい考えだ。国際刑事裁判所 ICC がウクライナでの戦争犯罪容疑で逮捕状を発布して以降、プーチン氏の外遊は少なくなっている。 UAE とサウジは ICC のローマ規定を批准しておらず、プーチン氏を逮捕する義務はない。 ICC の逮捕状によりプーチン氏の外遊には大きな制約が課されている。南アフリカがローマ規定の署名国であることから、プーチン氏は8月にヨハネスブルクで開かれた新興5カ国BRICS 首脳会議への対面出席を見送った。プーチン氏は UAE、サウジの湾岸両国と良好な関係を保つ。両国は対ロシア制裁への同調を求める欧米の声にもかかわらず、ウクライナ全面侵攻をめぐり中立的な立場を維持している。プーチン氏はロシアと UAE の歴史的な絆を強調。ソ連が1971年UAE を主権国家として最初に承認した国の一つになったことに言及した。首脳会談の前には、今回の訪問を活用して石油から貿易、ロシアのウクライナ侵攻、イスラエルとイスラム組織ハマスの戦争まで、幅広い問題を協議したいとの考えを表明した。ウクライナ戦争の長期化狙うプーチンへの西側の対応策。ワシントンポスト紙が、ウクライナはどのように膠着状態を打破できるか、
と題する社説を11月12日付で掲載している。その主要点は次の通り。ウクライナの最高位の将軍ザルジニーはエコノミスト紙とのインタビューで、ウクライナはロシアと膠着状態にあり、深く美しい突破はありそうにないと明言した。この発言はロシアの侵攻に対するウクライナの戦闘を米欧の同盟国からの支援で強める新たな努力の引き金になるべきである。将軍の分析は冷静である。彼はウクライナとロシアは第一次世界大戦のようにどちらも相手に勝てない塹壕戦の呆然自失に到達しているという。彼はウクライナは技術的な飛躍を必要とすると述べ、新しい航空戦力、電子戦能力、対砲兵能力、地雷除去技術の提供を求めた。軍事的に全てが失われたわけではないが、戦争は失速したとの感覚がある。安定的だが慎重な西側の武器の供与はゼレンスキーを失望させている。ウクライナは生き残るには十分な武器の供与を受けているが、勝つには十分でない。バイデンはロシアによるエスカレーションを懸念している。プーチンは長期戦に備えているが、これは外部からの供与と支持に依存しているウクライナにとって現実的な危険である。今月議会に出されたロシアの予算は来年の防衛支出を 70% 増やすとしている。プーチンは明らかに西側の忍耐とウクライナの物的人的備えを消耗させることを希望し、トランプが再選され米国のウクライナ支援を続ける意思が弱まることを望んでいる。最終的にはウクライナは戦場でお金と人命を犠牲にする意思のある敵、ロシアと交渉する必要があるとの現実に向き合わなければならないかもしれない。その時はまだ来ていないが、西側はもしその時が来れば最善の取引を行えるようなテコをウクライナに与えるべきだろう。このテコはウクライナが生き残り、ロシアの属国ではなく欧州のする民主主義国として成長する機会を残すことを意味する。この社説は時宜を得た良い社説である。ザルジニー総司令官の率直なウクライナ戦争の膠着に関する発言が、この社説が言うように米国のウクライナ支援の強化につながることが望まれる。ウクライナの反転攻勢がウクライナ南部でロシア軍を分断すると期待されていたが、これは簡単には現実化しないことが明らかになった。ザルジニーの発言は戦果を誇大に言いがちな大本営発表とは異なり、率直に苦境を認めている。ザルジニーは技術面でロシアを凌駕する電子戦能力の強化など技術面での飛躍が必要であると指摘している。電子戦能力は無人機攻撃実施と敵の無人機攻撃に対する防御のために必要であり、米国としてはできるだけの支援をするべきだろう。米国の軍事関係者はウクライナ側のニーズについて率直な話をしていると思われるが、バイデンがロシアによるエスカレーションを心配しすぎることと、議会共和党がイスラエル支援をウクライナ支援に優先させていることの2つの問題がある。この2つの問題を乗り越える方策を考える必要がある。変わるロシアが戦争する理由。ロシアは来年度予算で国防費を 70% 増にし、国内総生産 GDP の 6% にするとしている。ロシアの GDP は国際通貨基金 IMF 統計で日本の約半分であるが、こういう資源配分はロシアが長期戦に備えようとしていることの証左であり、西側としてもそれに対応する必要がある。ただロシア国内においてもこの資源配分には不満が出てくることが考えられる。ロシア人の多くはウクライナの非ナチ化などといった特別軍事作戦の目的をよく理解していないと思われるからである。プーチン政権はウクライナ戦争の目的をウクライナの非ナチ化から西側が仕掛けてきたことに対する戦争とするなど、プロパガンダの方向性を変えてきている。